ずいぶんと空席が増えちまったな。え？アクセルの悪あがきを楽しみにしてたのに、やたら素直に消えちまうしよ。彼は満たされたのかもしれんな。己の存在をかけ、何かを手に入れたのだろう。おいおい、俺たちは存在しないのに、どうやって存在をかけるんだ？賭けのルールに反してるって話だ。そう、アクセルは存在しないものをかけ、おそらくは勝ったのだ。彼らしい鮮やかなイカ様と思わんか？くだらん。奴が手に入れたのは無だけだ。アクセルは心を持たない虚しさに耐えられず、心に引き寄せられて破滅した。奴は弱かったのだ。だが弱さによって目覚めるものもある。見えるのだよ。アクセルは空の心を揺さぶった。空と共にある彼が目覚めるのではないかな。